ワーテルローは、ベルギーのブラバン・アロン州の基礎自治体である。面積は21.03平方キロメートルで2011年、現在29,706人の人口を有する町であり、ワーテルローは、ブリュッセルのすぐ南、ブレンラルーの北東の位置に存在する。1815年のワーテルローの戦いで、フランス皇帝ナポレオン一世が敗北した場所として有名である。 12世紀までは、ウォーター・ロッツ、ウォーター・ローズと呼ばれていたが、1221年に、ワトレロスと呼ばれるようになった。ゲルマン語のワターと、オランダ語のロッツ、ロースに由来している。ワーテルローの戦い1815年6月18日に、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス帝国軍が、同盟軍に大敗した戦いが、ワーテルローの戦いと呼ばれる。ただし、ワーテルローは、 戦場ではなく、イギリス軍の司令部の所在地で、ワーテルローの戦いの命名者も、そのイギリス軍の司令官ウェリントン公である。実際の戦場の名を取り、モンサン・ジャンの戦い、ラ・ベル・アリアンスの戦いとも呼ぶ。ワーテルロー南南東 5km のモンサン・ジャンには、記念碑、通称、ワーテルロー・ライオンがあり、ライオン像がフランスを向いている。記念碑のある人口の丘は、 ライオンの丘と呼ばれる丘には階段で登ることができ観光名所となっているワーテルロー駅ありがとうございます